してないよクラブ。チーピン勃発したクラブ直してねえよ。いや、あれスイングだもん。クラブでしょ。ミスショットはクラブカスタムで直るんじゃなかった。なんか今やってんだろ。俺見れないんだけど、なんであれ。登録してないから。いや、昔登録したんだけど、ね、しばらく見てないからですよ。そうなの。小暮のあの、ちょっと緊張したの見てないんで、まだちょっと見ないでいい。再登録するしかないよね。もうパスワードとか忘れちゃったもん。すぐログインできますよ。すぐログインできます。で、何してるの。だからもう、だから腰痛くって、パンパンなんですよ。あ、やだやだ。俺と一緒じゃん。ワンラウンドしてきた後も体がもうバリバリでとか。だって何もしてないんだもん。ちょっとトレーニング開始しますよ。え、俺もちょっとあの具合悪いの治ったらちょっとトレーニングしよう。やっぱさ、ちょっとトレーニングして汗だくになっちゃうから、やっぱやんないんだよ。だってあの嫌いだもんね。だから言わないでよ。本当トレーニング嫌いだよね。だってトレ小暮がトレーニングにハマったって聞いたことないもん。俺やっぱさ、3年に1回ハマるわけじゃん、トレーニング。いや、来た来た、トレーニングオタク。10年に1回トレーニングオタク。だトレーニングが、はい、あれになればいいけどね、身になればいいけど。身になるとか、スコアに直結すればね。そうそうそう。ていうかさ、その後の田原さんはどうなったんですかっていう質問がさ、多々あるんだけど、なんて答えとけばいい。もうすっかり元の田原に戻りましたって言っとく。いやだから、でこそれもうリハビリティの道もう、はい、こそれ道やらなくなって、それはここに置いてるから。まあ時間があったら。時間ないんでしょ。だってないわけじゃないですけど、ちょっとでもこの時期はしょうがないですよ。この時期一番忙しいんだもん、シーズン10時、うん、だって来週から連戦ですからね。連戦になるかどうかまだ分からんけど、まあ、とりあえず来週は出るってことでしょ、うん。いい調整してね。どうなの、一緒に回ったスパーリングパートだ。はい、ジャモさんの調子はどうなの。僕は何も言えない。何言ってんすか。そのためのスパーリングパートナーだろうよ。え、ちなみにいくつで回られてきたんですか。僕、いや、なんでスコアのことばっかがさ。いや、いや、ここではフォーバーだって。あるフォーバーだって。全然久しぶりにやったけど、まあ、ワントリーしちゃいましたとか言いながらフォーバーで回ってんの。だこいつうまいんだよ、腹立つけど。それみんなが多分知ってますよ。そう、腹立つんだよ、本当に。これでさ、80、あーやっちゃいましたとか言ったらさ、いやだから全然、やっぱ小暮でもやるのかとかって言えるんだけど。自分質問していいですか、小暮さん。最近で、一番満足ができたラウンドっていつですか。今年1回もない。最近でしょ。最近5年前の片山さん。5年前の片山さん、例の全国大会5バーディー、片山さん5バーディー取れたの。3位かなんかになった時だろ、うん、その時はもう良かったって感じだったんですか。あの時はもうビシバシ。あの時すごかったよね。あの時だって活躍したの俺ショートホールだけだもん。バディクソアゲンストのな。あの日、あの時でしたっけ。あの時だと思うよ。え、違うって。え、違った。あの時だって俺ちょっとペロンパイだったで、4番円でさ、手前のさ、ショートのバンカーの手前にミスしてるじゃん。いやでもあのちょっと上手い川名でなんかキャディやってた、うん、あの人と回った時だろ、うん、あれだと思うよ。いや、あの時でしたっけ、うん、僕あんなショット打っててるんで5バーディ取ったんですか。そうで、バーディ取ったとこ全部覚えてる。あの2番の左ラフからさ、なんか知らないけど OK バーディついてる。でもいや、OK、ワンピンぐらい。宮下さんワンピン OK だから。言い方はね。あれだって必死コーディ入れたんだから。しかも2番ホールだって強烈なクソアゲンストで、俺だってあの、ひどい球打ってった時だろ。俺ね、200ヤードのバンカーキャリーで越えるか越えるか越えないかと思うので、右に逃げてったから。やかましいよ、お前。その時絶対飛んでないの。あの時だってグロールじゃねえもん、うん、あの時あれですよ、今バック使ってるアダムス。アダムス。でもまあまあ頑張ってましたけどね。やかましい。本当もう腹立つだろ、こう上手い人間ってさ。もう見下しのさ。でも上手な人ですから仕方ないです。いや、違う、だから同じアマチュアなんだから、あのこうなんかうまくさ優しく言ってくれりゃいいのにさ、もうお前は一生俺には勝てねえぜみたいな言い方するじゃん。
で一言言わせてもらうと宮下さんだから一緒に回っている時とかすっごい優しいですからね小暮さん。いやそれはあれでしょリンゴルフでしょ、まあ、リンゴルフの時はもうよそ行きの小暮だから。だからそういうこと言わないの俺と回った時の小暮はひどいからもうピーピーピーしか入んないような言葉しか言わないんだ。だから俺と宮下が回った時もすごい優しかったですしね。俺はね、うん、俺はあんな感じよやっぱり。だから2人とも俺はそういうイメージしか見えない。いやいやいや、この感じでラウンドするから。だからこうじゃない、こうはいいんですよ。いやこっちがもう。だから俺がパーゴルフのあの交互で打つとかやるやつは行かなくなったのは小暮に優しさがないから。やっぱさ、あのミスショットするじゃんやっぱり。いやいや優しい。いやみやさ、すっげえあれなのに。ミスショットしたら本当嫌な顔するのよ。しない。いや僕がカバーしますよぐらいな感じで言ってくれたら気持ちよくできるんだけど。いやいやじいちゃん。これ厳しいの俺に。一言言っていい？試合中で交互なのにドライバーの飛距離しか言ってないから。それ試合じゃないじゃんって。いやなんでドライバー大事じゃん交互。だからね、あのもう追求してるとこが違うん。だからねちょっとね。何俺の何追求してるとか違う違う違うパーゴルフで交互なのに、うん、飛びゃいいと思ってね、セカンドとか別に飛びゃいいんだからしか言わないから。でもさあの言うけどさ、意外とパーゴルフって俺ら成績良かったのよ。うん、もしなんでか分かる。いやティーショット自分が上手いからでしょ。そうでお前がセカンド乗せるからボギー打たないのよ交互の時でも。そうあれパーゴルフって今年出るんですよね。これからもう待って、これはあの知り合いの人と出る。あ、そうか。じゃあもう一試合、二人で誰多分ね、タワラとね、そのパーゴルフで本…違う違う、そっち。いやいや、もうないない、ないもうないですよ。ではパーゴルフ来てくださいよ。あれ ABC でしたっけ。 ABC の方でしたっけ。そう、月曜日、2つ目月曜日です。だから、行けますよ。いや、もう無理だよ、締め切り終わってるよ。どうやったって。そう、22日日にち言っちゃうと。いや、絶対無理。まあいいや。あれさ、ちょっと待って、今言っちゃおうかな、うん、待って、本当にそうなってるかわかんないですけど、あの東海クラシックの時にパーゴルフの人が、組み合わせね。え、小暮さんパーゴルフ出るんですかって言うから、え、あ、こんなこと言っちゃいけないのか、俺も出ます、僕も出ますって言ってきたから、組み合わせ見てみようかな。あ、同じとこなの。僕も出るんですよとか言うから、え、出るんですか僕もみたいな。名前は伏せときますけど、ジャパンオープンの予選出た人ですからね。昔？今、今年。今年？あの、ファースト、なんだっけ。ああ、予選会ね。予選会みたいな。あ、まだね、組み合わせ出てないです。出てない。楽しみですね、それ。どういう組み合わせで来るかわかんないけどね。なんかね。いや、でもパーゴルフの人でしょ。で、パーゴルフでしょ。うん、それはまあ、あれでしょ。忖度でしょ。そういうこと言う。ほんと、倒しに来られちゃったらどうしようも。いやいやいや。いや、大丈夫よ。これ、うまいもん。いや、鳩山だから。いいじゃん。あのエースペースやったところですよ。でもうまいじゃん。あのぐらい大丈夫だよ。1ヶ月ぶりにさ、あのやったって4オーバーで回ってくんだもん。あー、すごい。そりゃ T シャツもジョーダン着るわ。俺好きなんですよエアジョーダン好きなの。もう、まあ、もうジョーダンは顔だけにしてくれ。売ってないですよね、もうね。でも、いやいや、ジョーダンは顔だけにしてくれよ。いや、やっぱやめてちょっと待って、俺何言おうとしたんだっけな。宮下さんね、だからもうパワーゴールまだ行けますよ。タワラと、うん、いや、タワラと無理もう何も いや、だから来年だからタワラと小暮が組んでやればワンチャンスある。いやいや、僕は僕でちゃんとあれがあるから。何あの、もうそういう予定があるからいやらしいだろそれで俺とタワラが出て予選落ちしたの笑ってんだよっていうかね、その前の年ね、小暮もね、あの落ちてんだから予選でちょっと待って、何を取ってんですかこれ。いや、なんもないよ、別に何にもない、違う、あの、このあのこの時間だからもう6時だから、あれ小暮のことだからどうせ昨日チーピン2発とか言ったからクラブ直してるのかなと思って。いやいや、クラブのせいにしてないです。クラブ活性直るとこも言ってますけど、やっぱスイングね、スイングもあるよって。スイングはだからスイング見てクラブ直すんじゃないですか。はあ、さすがクラフトマン、名クラフトマン。スイング名ってあれ迷うっていうクラフトマン。いやらしいですよなんかだからさ、この会話はやらしいんですよ、結局は。何がやらしいんだよやらしいっていうか、まあ別に撮ってなくてもいつもいやらしいですけどね、2人は。わー、だって結局を言うと、あのダブルス戦行ってもうちらがこうだ、ああだこうだ言うから相手チーム喋んなくなっちゃったからいや、そんなことねえよ。大体宮下さんの風貌で声かけないんだからまあ一番最初はそうですよね。怪しい、知らない人だったら怪しい人。いや、俺は全然社交的よ社交的、それは自分で思ってるだけでしょ。見栄え、見栄え、見栄え、危ないもん、どちらかと言ったら。
それでクラウンなんか乗ってみてこう暴れてみてください。大変ですよ本当に。そうかな。俺全然あれだと思うんだけど、だ小暮よりもよっぽども、だって小暮この黒さでサングラスかけてるんだよ。うるさ、目悪いですからね。うん、なんか絶対社交的だと思うんだけどな。宮下さんと小暮さんの、あ、宮下さんと小暮さんが一番どっちが怖いかって言ったらやっぱり、いや、教授が宮下さんの方が危ないとしてる。だってこれでだってサングラスかけてみてください。普段の本当になんかあれですよ。いや、アンケートしてみましょうよ。あ、それいいかも。どっちが怖いか。今日その宮下氏の見た目どうか。見た目どうかの。そう、怖い、怖くないね。いや、怖くないでしょ。ちょっとそれやってみません。いや、昔はさ、宮下さんがさ、ジャンボさんのセンチュリーから降りた時にはさ、あっぶねーと思ったもん。いや、違う、昔はね、やっぱ目が見える青のサングラスとか流行ってたじゃん。あのサングラス今持ってきて、僕かけましょうか、あれ。あ、グッチの。うん。これでグッチだ。俺はね、メガネはね、体の一部ですだから、うん、あれ、全部度が入ってんの、目悪いから。してますよ。でもさ、サングラスコレクションやりましょうよ。今日宮下さんサングラスコレクション。それ見たいですね。すごいから。あの視聴者の皆さんは、今の宮下さんのイメージだけど、うんうん、もうね、もう宮下さんのね、ファッション歴とサングラス歴、もうみんなが言いまくってこれですから。もうでもね、顔でかくなったから、20年前からしたらもうメガネ全然サイズ違うんで。うん、だから前の宮下さん、なんだっけ、300ヤードの冒険者とかの宮下さんはね、細かったからね。だって髪ふさふさだもん。すんごいふさふさだ。あれ、もう髪いらないぜぐらいふさふさだったらね。いらないぜってあったんですか。すんげえかそんな時あったんですか。すんごかった、いや、だからいいじゃない、そのジャンボさん、このサングラスかけた時何勝しましたよとかって言いながらの、うん、ていうか、ジャンボさんのサングラスその辺にあるんじゃないの。ないか。ジャンボさんのサングラスアルファードの中。ああ、そうか。それ面白いですね。やってみて。じゃあちょっと皆さん、ポリスのサングラスかけてみますよ。ポリス？僕持ってるやつあるんですけど。何ポリス？あ、メーカーね。うん、どこにあるの？ちょっと車でやるの。基本はこういうね、優しい顔して。俺そんな顔見たことない。やがましい。そんな顔見たことない。もう早くいつ風邪治るんですか、本当に。いや、わからん。なんかね、喉に変な菌がついたんだって。どっからもらってきたんですか。わからん、なんか悪いことしたんだね。したんでしょうね、うん、本当に。これお前のじゃあ、かけて、ちょっとお前こんなのがあるじゃん。違う、あれ俺のじゃないけど、ちょっと見たいのがあるもん。あっ、いや、違うの。違うの、いや、ミスターマリックになるかなと思ったら、なったよ。いや、違う、これこっちだろ、ジャムだろ。いや、宮下さん、そんな感じでご老中いたんですか。マリックでしょ。よろしくお願いします。あ、宮下さん、それで行こうよ、今度。それにどう入れましょう。いや、俺、どこが入ってないんだ。それにどう入れましょうよ。いや、このね、どう入れるの難しいんだ、これ。あ、湾曲してるから。あ、もうね、昔から宮下さん、マリック似てるなと思ってた。これかけどちらかって言ったら。それはもう自分のですからね。なんかいそうだね、タイとかにね。トマルさんのさっきトマルさんのとこにあったの。っていうか、もうこの辺にしとこうか。